ククルスク州で100集落1300平方キロ掌握ウクライナ軍総司令官が発表ロシア西部クルスク州への越境攻撃を続けるウクライナ軍のシルスキー総司令官は27日同国軍がクルスク州の集落100か所を制圧し1294平方キロを掌握したと発表したまた、越境攻撃の過程で、 ロシア軍兵594人を捕虜にしたとも明らかにしたウクライナメディアが伝えたシルスキー氏は一方でロシア軍がクルスク州の防衛に約3万人の兵力を投入しさらに兵力を増強し続けていると指摘したウクライナ軍は6日に越境攻撃に着手ゼレンスキー大統領やシルスキー氏によると同国軍は13日時点で か所15日時点で82カ所19日時点で92カ所の集落を制圧し計約1250平方キロを掌握していたウクライナ軍は越境攻撃によりロシア軍の戦力分散や将来的な停戦交渉に向けた自国の立場の強化などを目指していると見られている。 世界大戦リスクがこうも高まってきた背景事情どの国境どこの地域が舞台でもおかしくないロシアによるウクライナの軍事侵攻やパレスチナでの衝突など世界情勢は深刻さを増しています経済と安全保障の専門家であるジャーナリストのビル・エモット氏の著書「第3次世界大戦をいかに止めるか台湾有事のリスクと日本が果たすべき役割」より「 一部抜粋・再構成ししてお届けします抑止ではなく先制攻撃に方針を切り替える流れに冷戦時代に戦略の柱だった抑止は21世紀の最初の10年でその看板を下ろすことになった西側世界と敵対するのが核を保有する超大国ではなく非国家主体やならず者国家に変わってきたからだ。 世界唯一の超大国になった米国はジョージ・ W ブッシュが大統領になり2001年9月11日に同時多発テロ事件が発生してからは特に抑止ではなく先制攻撃に方針を切り替える流れになった1990年米国の評論家チャールズ・クラウト・ハマーは不動の米国支配を「単極の瞬間」と呼んだけれども同時多発テロによって 短局の瞬間が終わっただけでなく今後テロ攻撃の危険に対処するには敵をあらかじめたく先制攻撃が必要になることがはっきりした同時多発テロを引き金とするアフガニスタンおよびイラクでの戦争を経てテロ攻撃の懸念が一段落した今大国間の競争が再び不安材料になっている。 以前と違って核兵器だけが焦点ではないものの抑止の概念を表舞台に呼び戻す必要が出てきたにもかかわらず抑止は最初の大きな試練で失敗してしまった2022年2月ロシアはウクライナに侵攻する経済制裁や国際社会での孤立国際法および国際連合憲章の違反 米国が収集した機密情報から得られた証拠、そのどれもが抑止にはならなかった。2014年にロシアが違法にクリミアを併合し、東部のドンバス地方を実行支配してから、西側諸国はウクライナに兵器や軍事訓練を提供しており、それを強化する可能性があってもロシアはひるまなかった。プーチン大統領は数日か、せいぜい数週間で 決着がつくと高をくくっていたようでそうなるとウクライナ軍だけが唯一の抑止力になりそうだったさらにロシアはウクライナのみならず西側の支援諸国に対する核兵器使用までちらつかせた幸い今のところ実行に至っておらずありがたいことにプーチン大統領の頭の中では核抑止という冷戦伝統の枠組みがまだ機能しているようだ 抑止には保証が伴うのが本来の形だがロシアの安全保障は脅威を受けないとプーチン大統領に約束する外交努力はこれまですべて失敗しているおそらく最初から方向がずれていたのだろうロシアと中国による共同声明の意図実際のところプーチン大統領に働きかけた最大の外交努力はむしろ侵攻を奨励する形になってしまった。 侵攻が3週間後に迫った2022年2月4日プーチン大統領と中国の習近平国家主席は北京で会談した両国が調印した共同声明には次のように書かれている共通の隣接地域において安全と安定を損なおうとする外的勢力に立ち向かいあらゆる理由をつけて行われる主権国家の内政干渉に対抗する つまりロシアと中国は国境を接する周辺諸国までを自国の勢力圏と見なしその安全と安定を勝手に定義して他国に干渉する意図を明言しているのであるこの共同声明もまた西側への抑止効果を意図したものだ世界最強の核保有国のうち2つが手を携えることが見て取れるさらに西側の主導体制や 国際法解釈に反発を覚え中国やロシアの後ろ盾が欲しい国々に結集を呼びかける役目も果たしている共同声明は中ロの戦略的パートナーシップに制約はないとうたっているたとえそれが軍事同盟の形を取らないとしても西側の抑止戦略が直面する壁は一層高くなったその理由は単純明快だ 中路戦略的パートナーシップから明らかないように今や大国の競争はどの国境どこの地域が舞台になってもおかしくない2022年6月シンガポールで開かれた国際戦略研究所のシャングリラ対話で開会の辞を述べた日本の岸田文雄首相は今日のウクライナは明日の東アジアだと表現した地域の悲劇が別の場所で繰り返されるだけでなく 欧州ととと東アジアジがが一つつの戦略的空間としてつながってなっいいるうう意味だろうロシア内の空軍基地軍事資産を狙う長距離ミサイル無人機ウクライナが新兵器パラヌイチア公開ウクライナがドローンとミサイルを結合させた携帯の新型兵器パラヌイチアを初めて実戦配備したと発表した。 ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領は今月24日現地時間の独立記念日の行事でこの新型兵器の開発を発表したキーウ・ポストなどが25日に報じたゼレンスキー大統領はきょうパラヌイチャミサイルドローンを初めて成功裏に実戦で使用したとし侵略者に対応するための新たな兵器で敵に打撃を加えたと明かした パリャヌイチャがどこに配備されたのかなど詳細は公開しなかった24日にウクライナ軍はロシアのボロネジ州オストログシクに位置する弾薬庫に対する攻撃を敢行したただしウクライナの兵器生産の責任者であるオレクサンドル・カミシン戦略産業大臣はパリャヌイチャはまだロシア内部で使用されていないと述べたカミシン大臣は これはドローンかつミサイルの能力を兼ね備えており今後さらに多くのミサイルドローンが出てくるだろうとしウクライナの防衛技術進化の次なる段階であって我々は敵にその効果を示すことができる瞬間を待ち焦がれていると語ったパラヌイチャはドローンとミサイルの機能を結合させた新たな種類の兵器でドローン機能と精密打撃機能を統合した。 まだ具体的な性能や所言などは分かっていないが中央の本体に翼がありビ部に4つの操縦面がついた典型的な巡航ミサイルの形状を有していることは分かっているこのミサイルは地上プラットフォームから発射されターボジェットエンジンで飛行し一般のドローンに比べて遠方の目標を攻撃できる正確な射程は分かっていないが およそ20カ所のロシア空軍基地が打撃半径内にあるというこのドローンミサイルはロシアの空軍基地や他の戦略アセットを標的にするよう設計された西側諸国から支援を受けたミサイルの場合ロシア領内にある軍事目標物への攻撃に使うことはできないのでウクライナはロシアの空軍基地を攻撃できる新型兵器の開発に没頭してきた 名前はウクライナの伝統的なパンに由来するがこの名はロシア人には発音が難しくウクライナのアイデンティティと抵抗を象徴する意味へと発展したというゼレンスキー大統領はまたソーシャルメディアの X を通して2年6か月の戦争中ロシアはさまざまな累計のミサイルおよそ1万発と滑空爆弾3万3千発をウクライナに発射したとし ペリアヌイチャは敵の攻撃潜在力を破壊するため国内で設計されたと明かした。